性別、人種、年齢、教育別投票先結果。総数だと思ってたんと全然違うな。若者真っ赤な記事ばかりだったし、どういうこと？まあラテン系と学歴なしを取り込む必要は分かったが、要するにアメ校は低学歴が多いのがハリスの敗因じゃん。わらわらわら、高学歴のワー国大勝利、次の戦争は勝つぞ。どうすんのこれ、マジでヤバい。欧米の若い人はリベラルが多いのに、なぜ日本の若い層にネトウヨが多いのか。日本は左翼政党が共産党しかないからな。ブラック安倍晋三ってことか。結構拮抗してる。この割合であんな大差になるのか。選挙人数差は2020年とほぼ同じだし、投票数差も 3% 程度でしょ。2020年を大差でバイデンが勝ったというなら今回も大差ってことにはなるけど、投票した中の中が黒人の以外顕著な差はないじゃん。サンプルがだいぶ偏ってそう。偏りがないんだよ、ほぼ半々だったということでハリス支持者が発表してる。割と全てにおいてそんなもんやろって感じだね。黒人は黒人にってのがここまで勝ってくらいで、これそのうちアメリカって黒人の方が多くなるらしいけど、そうなると大統領黒人ばかりになるんじゃね。白人だらけだったからそれでもいいんだろうけど、もともと白人の国でもねえし。黒人は割合増えてないぞ、減ってもいないけど増えてくるって言われるのはヒスパニック、そしてそれが民主党の優位になるとは限らないのがデータから読み解ける。そらそうよ、いつだったかカリフォルニア州で同性婚の是非を問う住民投票やったら反対多数になっちゃって、連邦最高裁が慌てて同性婚復活させたりしたんだよな。わが、その討議からカリフォルニア州に流れてきてる移民は保守的で敬虔なカトリック信者ばっかってのが見て取れた。移民を守ってくれるという意味では彼らは民主党を応援してるけど、中絶とかを争点にされたら彼らは民主党には投票できなくなる。全然関係ないけどさ、テレビ見てると黒人の名門校を出てるみたいなこと言ってたけど、まだにそんな区別あるの？やっぱ低学歴が顕著にトランプ支持割合高いな。学歴入れ込んでるところが最後の抵抗で笑っちゃう。もしですね、ハリス支持者が自分は知識層とか思い込んでたらすげえバカで笑ってしまうということです。よくある分析切り口の一つだし、何を過剰反応してるんだ。かつては共和党支持者が学歴年収上だった時代もあるぞ。白人はトランプ、低学歴はトランプ、氷河期逆男はトランプ、何この分かりやすいデータ、わがわがわが。メリトクラシーは怨念を生み、怨念を動員に利用できる人が勝つということ。何度そういうのに騙されたら気が済むんだ。ワクチンで騙され、ウクライナで騙され、アメリカの選挙でも騙され、何度目だよ。氷河期は日本限定の話じゃないの、他国にまで持ち出すとかおこがましい。トランプハリスとか関係なく、共和と民主の支持は伝統的にこんなもんよ。むしろ今回は対象で相手の層を切り崩してる方。さすが世界一の人種差別国家。ヒスパニック系も上積みが一員とか言ってたが、積みましてこんなもんなのね。衝撃分析も当てにはならんね。これで得票数ああなるんだから、まだまだ白人の国なんかね、アメリカ。ちゃんと信頼できる機関エディソンリサーチによる2万以上のサンプルだと 99% 以上の確からしさはある。最も重要な調査方法が書いてないから全く信頼できない。トランプが勝った、ハリス優勢とか言ってた出口調査はゴミ。トランプ当選当ててたの？当ててないなら嘘だぞ。アメリカでもしトランプ支持者とバレたらホワイトカラーの職場は間違いなく首か左遷。匿名ですなんて言われてもアメリカ人は信じないから、ホワイトカラーに勤めてる高学歴ほど世論調査ではハリス支持の隠れトランプが多い。実際は黒人とヒスパニック女以外全世代でトランプ支持の方が多かっただろう。予想じゃなきゃこの選挙結果にはならない。なぜ差別は悪いことだと認知しながら差別主義者は差別を止められないんだろう。世界のネトウヨに共通する不思議、普通に考えたら正しい道を歩くだろ。普通にちょっとしたことで人種差別呼ばわりされてクビだからな。ただのニガー独裁政権北朝鮮の方がまだマシな職場なんじゃないのかわら。黒人差別は中国や韓国もかなり多い、白人崇拝は日本人特有だけど、白人崇拝の本場は中間だよ。グラフをまとめると男性白人初老学士ではない。どうすんだこれ。権利望まれたのがハリスでなくトランプってのがまた最高に皮肉入ってるな。これって正式なデータじゃなくて出口調査なんでしょ。なんか若者の4割は嘘ついてるなんて話もあるらしいね。日本もそうだけどマスコミ嫌いが増えてるとかなんとか。前回もそうだが隠れトランプが多いから精度が低くなってる。匿名の調査なのになんで嘘つくのかわからんな。ハリス優勢とか言ってた出口調査のデータなんてゴミだろ。大体これ戦争だよ。正直に言うわけないじゃん。わら、元は共和党って金持ちからの支持が厚い政党だからね。今回は異例だからわざわざ乗ってるだけなのになんで怒ってるんだろうね。ハリス優勢のデータなら当てにならんわな。政治はバカ向けにやれというグラフ。人口だと男で高卒で白人が多いってことだろ。ジェネレーション X? だっけ。そこだけトランプなんかね。本当の古き良き時代知ってる老人もハリス・ソヤーのデタラメな振る舞いを許容するも、古い人間ほど厳しいだろしな。
白人の男が多いんだね。こいつらの意見が優先的に通ってしまう。共和党は日本でいうところの民民か。すげえ黒人に嫌られてんな。